はい、こんにちは、ブラゲです。今回も Don't Starve Together ロボ WX78 の実況をしていきたいと思います。チャンネル登録や高評価、 SNS のフォローなどぜひよろしくお願いします。で、今回はね、41日目から43日目の3日間なんですけども、基本的にはね、前回の最後にもやったみたいに、夏に向けてオアシス周りを整備するっていうことと、あとは、まあ、道がね、拠点までの道を準備するっていう感じです。これ左上の方が、拠点で、右下の方がオアシスで、まあまあの距離があるんですね。だから夏に入って、拠点からえっちらほっちら行って、オアシスを準備すると、まあ、ちょっと間に合わないので、まあ、先にオアシスを準備しておきましょうっていう感じです。はい。アントライオンをね、やっぱね、戦うことをちょっと念頭に置いてることと、あと、まあ、何回かマップが出てくると思うんだけど、この上にね、鉱石のエリアがあるんだよね。で、これが拠点から、近くなればいいなっていうのがもう一個の狙いです。で、この辺でね、金をちょっと集め、もう雲にめっちゃたかられてるけど、金を集めようとしていて、で、これはなんでかっていうと、まあ、いわゆるアルケミーエンジンとかをね、ちょっと作らなきゃいけないんで、まあ、そこら辺のね、アイテムを拠点から持ってくるの忘れちゃったんで、この辺で、えっちらこっちら金を掘ってるって感じです。で、それで、他にもね、さっき雲がたくさん出てきたと思うんだけど、上のね、鉱石エリア、雲の巣エリアにもちょっとなってるんですよね。で、なんで、まあ、その辺でね、シルクとかはちょっとゲットできるんで、まあ、その辺の素材は気にしなくていいかなっていう感じです。で、これはもう非常に便利だよね。やっぱ夜でも、こうやって明るさでね、光回路で、こうやってロボは作業ができると。まあ、木がね、だいぶ減ってたんで、いちらこちら木をつけてます。これはね、確かチェストを作るのに必要だったのかな。うん。で、まずは、このアルケミーエンジンをちょっと作っていきます。まあ、基本的に、まあ、アルケミーエンジンができてればいいかなっていう感じですかね。まあ、オアシスはね、夏の拠点っていうイメージもやっぱり強いんだけど、まあ、普通にね、ここに来た時に1個の拠点になってると、まあまあ便利なんで、ここにね、拠点の最低限のもの、こういうアルケミーエンジンとか、あと冷蔵庫とか、調理鍋とか、あとまあちょっとチェストね、まあ、そういったものを今後は準備していく感じになります。で、42日目なんだけど、これ、オアシスから拠点まで戻るのに、まあ、間にね、洞窟を通るんで、まあ、その洞窟周りの、まあ、整備っていうか準備をしてるっていう感じです。これはね、まあ、ねコラボのね、チェストを作って、まあ、この中にいろいろものを入れていくっていう感じになります。で、これ入れるものはまあいろいろ選別してるわけじゃないんで、まあ、適当なものが入ってるんだけど、最低限ね、まあ、サーマルストーンとかも使わないかなって感じなんだけど、まあ、ボードとか、切り石とかなんで、その辺の素材はね、ちょっと入れときたいなって感じですね。冷却回路はね、一瞬ここで使うかなと思って入れたんだけど、夏に入った瞬間にオアシスにいるとも限らんのでね、その辺を準備してると。あとこのね、道路用のね、ターフね。まあ、これは後々移動でも使うし、アントライオン戦でも使う予定なんで、まあ、その辺も準備してると。で、これはね、ウサギ小屋を作ろうとしてて、ウサギ小屋の地域。これね、オアシスの近くの洞窟の入り口から降りてすぐのところにあるんだけど、まあ、ここに来てます。で、これはね、この、ウサギ小屋を壊して、ウサギ小屋を建てるって感じですね。まあ、基本的に2つ壊せば1個建てられるって感じなんで、2つ、4つか、計4つ壊していく感じにしています。で、これはなんでかっていうと、まあ、ここのね、洞窟の入り口のところにこのウサギ小屋を置いて、まあ、ウサギがね、コウモリを退治してくれるのを狙うっていうような感じになってます。で、そこまでする必要あるんかって話が、まあ、ちょっとあるんだけど、まあ、オアシスに行くって意味だけだったら、まあ、いらないんだけど、まあ、さっき言ったみたいにね、まあ、ちょっと本格的な拠点の一つとして考えるんだったら、まあ、ここ結構ね、うざったいところにあるんですよ。はい。なんで、まあ、ここの近くにウサギ小屋を建てておくと。まあ、二つ建てておくのが、まあまあベストじゃないかな、というふうに思います、基本的にはね。5体ぐらい出てくるからね。しかも、クモの巣もちょっと近いから、まあ、作っといて損はねえやろうって感じですね。ウサギってやられると、どんぐらいでリスポーンするんだっけな、ちょっと忘れちゃったんだけど。で、43日目、最後ですけど、まあ、これはね、拠点へのルートの確認ですね。これ、今ちょっと一瞬出たかもしれないんだけど、地下では、洞窟では、これ移動時間十数秒で移動できる出入り口がこうやって2つあります。これはね、入ってきた入り口とは違う方向ね。で、ここを出ていくと、まあ、いい感じのエリアについてるとベストなんだよね。まあ、ついでにね、ちょっと地下で素材をこうやって集めておきます。まあ、この辺もね、洞窟でいろいろゲットできる、素材がゲットできるいい点だよね。うん。解説動画もね、出してるんで、ぜひぜひそちらもご覧ください。
で上がってみると、まあ、こんな感じ。丸がついてるといいな編集で。結構遠いところを一瞬で移動してると言えます。はい。なんで地上を歩くよりはこの洞窟を通る方がもう圧倒的に速くつきますね。なんで拠点からオアシスに移動するときはそこの洞窟に入ってあとは向こうを歩いて移動するって感じになります。で久々に、ね、拠点に帰ってきたんで、まあ、この辺のね草とかね枝とかも回収していくような感じになります。で、ちょっと冷蔵庫とかを本当は作りたかったんだけど、オアシスの方でね、ギア持ってってなかったとか、まあ、結構細かいものいろいろ持ってってなかったんで、例えばあの豚の、スキンね、ビッグスキンちょっと持ってってなかったとかね、いろいろあるんで、その辺も今回ちょっと往復するような感じで準備するっていうのは今進めてます。で、こっから先、オアシスに次に物を持ってって、いろいろ作って準備するんですけど、まあ、その後ね、何やるかっていうと、オアシスエリアの近くのね、まあ、砂漠の近くの、鉱石エリアあたりの開拓を進めていくような感じになるので、まあ、実質ね、結構向こうで過ごす時間長くなるかなって感じもしてるんで、まあ、結構本格的に第二拠点みたいな感じで向こうに準備する予定です。はい。まあ、オアシスそのものの中にどれぐらい準備するかはちょっと微妙なところもあるんだけどね。あ、ちょっと外れすぎてる感じはあるから、アントライオン戦以外のところでね、ちょっと使い道が微妙にないかもなと思うんで、もしかすると中間ポイントにね、ちょっとした、拠点を、ちっちゃい拠点を作るかもしれないですね。はい。で、なんで、そういうものを持って、次回は、オアシスの方に行って準備をするっていう感じになります。で、オアシスで準備するのは冷蔵庫とか、まあ、その辺になるんだけど、まあ、他にもね、拠点を設けるんだったら、やっぱ冷却器が必要だなとかもあるんで、まあ、その辺もね、引き続き準備をしていくような感じになります。はい。これね、作れるかどうかの確認をしてるね。まあ、切り石もあるねとか、木炭持ってってるねって確認をしてます。まあ、こんな感じで、次回も、ドンスターブトゲーサーのロボ WX78 の実況やっていきます。でね、そろそろね、春のボスとかも見たい感じになってるんで、ちょっと次回はね、次の3日間実はまだプレイしてないんですけど、少し、ボスの方が、ボスがいないかなっていうところも見ながらね、開拓を進めていこうと思いますんで、今後もよろしくお願いします。それじゃあ、油揚げでした。バイバイ。